松に続いて、大阪、高松、大阪、違憲状態判決ということで、裁判所が一定の役割を果たしてくれたと思っています。政治家の動きに対して一定の釘を刺してくれたのではないのかなというふうに思っています。違憲状態でしかありませんので、上告予定です。